両チームの選手がピッチに姿を現します。細谷が少し左サイドに出てる感じがあるんですかね。まあ、椎橋のワンアンカー、あ、ここは前を向いたレアンドロ・ペレイラ、こぼれ球、椎橋からここは古賀が上がってきました。左に詰まるファーデリック、ドーグラスの強烈な変、うまく中央を作ってサイドがね、三つ丸高い位置ポジション取りましたし、この左足の精度ですよね。ドーグラスも三浦のこの背中のところにうまく入ってきて、まあ、少女よりはこう前の相手のこうポジションを動かしていこうという感じがありますね。お、高尾、そしてチャンスになる、レアンドロ・ペレイラ、ポスト、こぼれたところは手が当たったか、オフサイドですか。あ、その前にオフサイド、山本のシュートは、いや、これはいい形になりましたね。はい、それから、はい、まあ、中のポジションを取った、まあ、高尾ですよね。ワンツーから抜け出したペレイラが、まあ、逆サイドに、ね、流し込んだんですけどね、まあ、突きながら、まあ、行くところと行かないところの、ね、判断しっかりとしていきたいですね。はい、ここは通れば面白いぞ、うん、右で受けました、2つ目、早めに入れた、ドグラスがいた、後ろからシュート、よくさばったが細谷、最後は細谷、これもそうですね、ここ一気にサイドチェンジからですけどもね、まあ、一番大外余るんですよね、やはり、ここも早いタイミングで、まあ、ドグラスターゲット、まあ、セカンドボールに対してもしっかりと枠のサビを言ってましたし、まあ、ワイドの細谷も、まあ、最後のセカンドボールのところもね狙ってましたね。ただ東口、庄司は中央、メシノか、メシノ左足、メシノの左足、コーナーキックから今 VR が介入している状況です。ここでメッシの今のところですね、はい、トラップのところなんですけど、ね、壁の前でファーローと山本が、はい、まあ、ゴールキーパー佐々木の視野を消してますから、まあ、この駆け引きですね、狙ってくる、わずかに右か、いやー、わずかに右でした。お、抜けたか、メシの、メシの運べるか、左から山本ら変えていく、枠にはいかなかった、まあ、メシの方がうまく剥がして、はい、相手をこう引きつけながらサイドの、ね、山本をよく見てましたし、山本も速くて、まあ、鋭いボールでしたけどもね、はい、まあ、ペレイラも相手の前を取るうまさがありましたよね。さあ、前の選手が入れ替わる中で椎橋だ、椎橋クロスボールでドグラス、これもギリギリのところ、いやいや、これも決定的なシーンでしたが、お、橋に当ててますね、これはビッグセーブですね、またまた出ます。松丸のパスから深いところ、小山津の折り返し、武藤落としたらシュート、東口正面、どっち取った、北爪斜めのパスを入れる、武藤、武藤深くえぐって武藤、いやー、これも東口、あ、ここは柏の狙いでしょうね、最後は武藤ね、まあ、一体なんとか抜け出せるか、体を入れた黒川、タッチに逃れました。そしてここで長い笛、0対0スコアレスドロー。ฝากติดตามกด Subscribe ช่อง YouTube J League International ด้วยนะครับ Like Subscribe Get Push Notifications Like Subscribe Push Notification